固定されてるから足がねじ切れちゃってついてこないのか。
それが全くできてないんで、見てて、はい、回す。回してないんだよ。この勢いで回るんだよ。この回し蹴り何のためにやってたんだよ。回し蹴りこうやっててこうやってるからできるようになるんだよ。足をこう回せっつってたじゃないか。勢いで足の重さで。はい、少しやってこうやって。足をぐるってやったら回る。回るはずなんだよ。どんどん繰り返して手をするよ。なんだって。そうそうそう。この後ろ足の勢いで、ちゃんと回し蹴りやってるんだからできるはずなんだよ。できねえってことは回し蹴りできる、回し蹴りをやってる。あ、奥行っちゃった。こうやって身を持ってやってこう回って、それから回し蹴りやってるわけだ。それを回ってこうやって足ついて、でまた足で移動してからやってるから、ぐるっと回り、距離考えなきゃダメだよ。何回かやってれば、自分と間の距離で自分が回れるかどうかっていうのが分かるはずだよ。手を引かない。背中を向いたときに手を痛くない。ギュッ。そうそうそう。後ろを向いたら自分の手をギュッと張り付けるんだよ。相手が離れないように。これから。何先生だっけ？